ゼンフォンズームね、やっぱりこれ素晴らしい出来だな。画質劣化が起こらない光学3倍ズームの威力は、やっぱ絶大ですな。光学3倍ズームなだけではなくて、この動画でお知らせした通り、ズーム時のモーター音がほぼ無音で、かつズーム動作も速いんで、言うことないね、これね。で、しかも、ここのシャッターボタンが半押し対応ですし、レーザーフォーカスのおかげでフォーカシングも高速ですしね、デジカメいらないかなって思っちゃうね。まあ、あえてゼンフォンズームの欠点を挙げるとすれば、レンズがね、F2.7 から4.8なんですよ。それほど明るいレンズではないと。明るいところで撮る場合にはこれで全然問題ないんだけれども、暗いところで撮る場合は、こっちのゼンフォン2レーザー、これ F2.0 の明るいレンズなので、こっちの方が、よく撮れるかなっていう場合もある。薄暗いぐらいならば、こっちでも全然 OK なんだけれども、もう夜景とかになってしまうとね、さすがにこっちの F2.0 の威力はでかいわ。こっちだともう真っ黒になっちゃうことがなきにしもあらず。あと重いこともデメリットっちゃデメリットだね。カタログ上ね、185g ってなってるんだけどね、これ実際測ってみるとね、もっと重いんですよ、これ。こりゃ。200g って出てますよね。じゃあ、ゼンフォン2レーザー。これ5.5インチ版なんだけれども、これ何グラムかっていうと、169g と。だから31g重いわけですよ、こっちの方が。まあ、ただし、これね、大きさ自体はほぼ変わらないんですよ。気持ちでかいかなぐらいな感じなんで、持ち運びのしやすさという点ではあんまり変わんない。もうすぐ慣れるね。だから別に特別大きなデメリットだとは感じませんでしたね。パフォーマンスは全く問題ない。ゼンフォン2レーザーがスナドラの615。ゼンフォンズームはアトムの Z3580 なんだけど、こっちの方が全然速い。こっち4コアでこっち8コアなんだけれども、まあ、現実の処理スピードはね、まあこれクロック数が高いこともあるんだろうけれども、こっちの方がもう体感で全然速いです、こっちの方が。あとバッテリーの持ちに関しては特別ね、測ってはいないんだけれども、特別このレーザーと比べて悪いっていうことはないと思う。あ、わかんねえな、ちょっと。そこまで使ってないので、保留とさせてもらった方がいいな。ちなみに端末はエクスパンシスさんから借りたものなんですけれども、今エクスパンシスのページ見ると、スタンダードモデルのゼンフォンズームしか売ってないですね。プレミアムモデルは売り切れちゃったのかな。ちなみに今の価格は48,145円。で、送料1,600円。で、消費税かかるので、53,725円かな。これにいくらかまた関税がかかるので、まあ、多分、54,000円、5,000円ぐらいいっちゃうのかな。この価格を考えると、普通に国内で買った方が安いな。価格コムで見てみると、この値段ですからね。52,800円から、こういうふうになってますね。個人的にはな、国内版好きくないんだよな。なぜならばカメラのシャッター音が消せないからね。特にゼンフォンズームはカメラが売りなわけですよ。せっかく光学3倍ズームのカメラ積んでいても、シャッター音が出るんじゃ結局デジカメの代わりになり得ないわけですよ。なのでやっぱりグローバル版じゃないと個人的には使い物にならないんだよな。困ったもんだね。ちなみに、電波の入り具合なんですけれども、全然問題なかったですね。普通に LTE で繋がりまくりですよ。国内版と比べても特別遜色なかったと思います。最近のグローバル版はそうした心配ってあまりしなくても良くなってきましたよね。どのお店で買うかはともかくとして、このモデルは本当に ASUS の力作だと思いますね。そして価格もかなりこなれてきているので、これはめちゃめちゃおすすめじゃないですかね。